リチャードラのバカラテレビ第82回、はい、はい、リチャードラのバカラテレビをお届けしておりますのは、今回の質問はイタンのやついです。よろしくお願いします。8月です。大丈夫でしたか皆さん。なんかいろいろなことありましたけど、まあ、地震があって、地震がありました。大雨がありました。今ものすごいこの高温っていうタイプの気温の、はい、あの暑さ、ね、熱中症が大流行りだし、ちょっとブログでも書きましたけど、僕道路走ってたらただいまの気温42度って言ってる。42キロじゃないよね、42度だよ。42度って言って40度超えてる気持ちなんか初めて見たわけ。暑いわ。じゃあ毎年こうやった。今年特別暑い。いや、早いのかな。あ、暑くなるのが早い、はい、この時期に暑くなるのが早い。スタートがもうちょっとね、なんか雨の日が繰り返されて、そのシュンシュンシュンと涼しくなったり暑くなったり繰り返して、梅雨明けの時代でこんなもんやったり。そうです。あ、そんなに晴れてなかったでしょ。だから梅雨明けの後も多少は雨を降ってくれたりとか、夜は今日涼しいねっていうのはあったはずなんですよ。あ、がなくてもいきなり真夏になったから。そうです。カーンってきまして、カーンって潰しにかかってきたんで、みんながやいこっちゃやいこっちゃ。すごいよね、今年が暑くなるのってね。毎年暑いねって言ってるんですけど、今年は確かに特別な、特別長いかな。スタートからもう長いような気がします。だってなんかすごい暑かった日に、珍しく俺あのニュースピースをじっくり読んだ、はい、なんかあと1ヶ月ぐらいは続くみたいな感じで、待って夏すげえもうええわっていうぐらい。あの、まあ、真面目な話でちょっとね、ほんまに気をつけてもらった方が、はい、あの僕らもそうなんですけど、かなり危ないことなんで、あの死人も出て、死人やって、死者も死者も死人って悪気はないけど、ちょっとあのなんかそっち関連の言葉で思い出したけど、死者、死者、はいはい、亡くなられた方々がちょっと出ております。あの子供でも大人でも出てるみたいなんで、ね、はい、でもほんまあの水分補給とかもそうですけど、とか補給をつけていただいて、水に、まあ、砂糖と塩分が入った、まあ、まあ、水回りするとか一番いいんでしょうけど、はい、いや、まあ、でも水分、水分、とりあえず水分とりあえず水分取ったら大丈夫と思います。で、なんか一気にガブ飲みするよりもなんかこまめに飲むのがいいですよっていう話を聞いたことがありますけど、はい、常になんかペットボトルとか、はい、こう持ってるような状態にするのがいいのかなとか、はい、思ったりしますけど、うっす、はい、なんでこんなことをあれか言ったら、9月にイベントあるんで、うん、できればね、元気な顔で皆さんとお会いしたい。夏やられましてんみたいな。それ面白い。そうやね、うん、いや面白いでも結構真面目やな。くったくたになってる顔で、ね、せっかくライブ久々にするってなったのに、はい、そうだね、やられました。はいはいはい。で、あの、まあ、後でまたどっか収録出しますけど、8月でも1本急遽ライブが止まったので、はい、今月ですね、はい、今この動画アップしたタイミングで多分もうほんま数日後に聞けられると思うんで、ね、またライブしますので、はい、真夏ですけどね、まあ暑い中でもライブしたいと思いますので、はい、ぜひぜひ聞いていただければと思います。なんかあれですね、ほんま心理テストとか言ったら、あまりにも心理テストをやってるだけのネットテレビみたいな、なんか喋りたいなと思うんですけど。でもあれ、あの熱い話なんですけど、若い頃屋内でバスケットやったじゃないですか、うん、あなた。あれって屋内のバスケかなり熱いですか。熱いですよ。でしょ。だからバスケは屋内だろうが屋外だろうが、あの他のスポーツと比べて服以外は大体熱いですよね。いや、あの違う走る量が半端じゃないのよ。だからみんなあのサッカーとかも広いフィールド走って大変やと思うかもしれんけど、バスケは試合始まったら止まらないですから。常走ってるスポーツなんで。あれって暑がりやすごく暑いの。いやだって練習の時とか僕もそうですけど、他の人らでもシャツ絞れるのが当たり前でしたから。どうやって超えてたんですか。やっぱもうずっと水分。ああ、若さちゃう。うわその時はさ、バスケに言うたら熱中してるじゃない。ずっとだから、まあ、練習にしろ試合にしろやろうけど、そのやっぱ集中してる分そんなには感じてないんだよ。暑いのが嫌いなのは今も昔も変わらない。昔もね、昔が嫌いなんですよね。ただバスケしてる時はもうこうなってるから、でしょ、まあしゃあないよ。しゃあないはもうあるんでしょうけど、やってるからそうなの。我慢はできたってこと。多分どの人でもそうです。多分スポーツ、野球でも何でも。若さちゃんめっちゃ面白い。まあそれまあ言うたらね、あのあなたも聞いたけど、剣道もやってますから言ってしまいます。でしょ、まあ、そうそう。あんなも暑いやん、防具つけて。ああ、もう最悪だけど。
最悪ですね。夏場剣道なんか絶対したくないの、臭いし。やってたよ、でも。やってたよ。やってたな。そう、バスケやって剣道やってたってね。もう、ね、暑さ耐えまくりの。だからスポーツとかはそうやってたもん。そっちに集中するから、意識が。そんなに、まあ、暑いのは暑いけど、はい、あの、乗り越えられるんでしょう。はい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 。多分ですよ、はいはい。もちろん無理はしちゃダメですけど。いや、まあ、プライベートでね、家でのんびりするときに、あの、べったべたになれば寝たくはないですし、やっぱりちょっとね、風呂上がってすぐ汗かいて、もう一回風呂入ろうかなって。だから最近、なんか風呂入るのも水風呂ですからね。あ、わかりました、わかりました。水ダーッと冷めて、あのね、食べるんで、あ、そうなんだ。僕一人なんで、独身ですから、一人じゃないですか、はい、家帰っても、はい。で、家帰って、あの、まあ、頭よくタイマーかなんかつけといて、冷房をね、はい。で、帰る頃に合わせて涼しくなるようにって、しとってもいいんやけど、あの、まあ、それも、帰る時間が結構まちまちだから、はいはいはい、しなくなって、はい、昔はやってて、みたい。一定じゃないからね。で、お家帰ったら、すべてのものが、ほかほかなってるんですよ。そうやな、わかりました、わかりました。もう壁すら熱いの。俺が帰るのが、火が沈んであったりとしても、もう熱くなってるから、ね。それ終わってるからね。で、まあ、とりあえずまあ換気して、うん、で、まあ、ある程度したらすぐまあ冷房つけんねんけど、それをしてる間にもう汗がぶわっと出るわけ、家の中で。熱いわと思って、もうお風呂にも水、うん、あの、ガーって水張って、で、部屋をバンって閉めて、その冷房つけた部屋をもう完全に涼しい部屋にして、あの風呂上がりにふわっとなろうと思ってそこを締め切ってもう綺麗にこう、はい、そこだけ冷房室みたいな感じにしてさ、はいはい、で風呂入るときにはもう水風呂でドバーってとりあえず体を冷やすっていう、はい、で出てはーってなるとスッてこうドア開けたら冷気がふわーってバスタルとかもふわってヒヤヒヤヒヤーでバスタル待ってるんで涼しいここってのそれが今の過ごし方、夏の過ごし方で落ち着いた後コーク飲んでください。ああ、一杯ですね。あ、飯の前にもう風呂上がりに行って風呂上がり飲んでますね。風呂上がり、コーラ、あ、コーラずっとでしたっけ。なんか一時コーラやめてたみたいな感じですね、うん、もうずっとコーラ、割と夏の冷蔵庫の上位。あ、あのマヨネーズとかと一緒ってずっと冷蔵庫に入ってるもんみたいな。マヨネーズ切らしたら買いに行くでしょ。あ、うん、もうすぐなくなるなと思ったら、次の買い物行った時に買ってたらすぐ、あ、同じこれ頼み、あ、もうすぐコーラなくなるなと思ったら買ってきた。冬場飲んでましたっけ。あ、あんまり意識してないけど、でも多分すねあると思う。夏場はコーラですか。ああ、夏ね、とりあえず早い終わらんかなと思いますけれど、まあでも夏は夏のね、あの、いいところがたくさんあるんで、はい、それぞれの楽しみがあると思うんで、いきなり終わってしまっては、困るんですけど、ね、はい、楽しんでからだろう。お姉さんたちの夏服とかもね、見たりですからね。じゃあ心理テスト行きたいと思います。リチャードローの心理テスト、はい、今月も行きましょう。そうそうそう、はい、引き続きのお話になってくるんですけども、はい、分からないっていう人は、過去の、 あの動画を掘り返してみてください。はい、今回4回目なんですかね、この話ですかね。はい、あの、隣に引っ越してきた A さんですね。はい、あの、すごい有名人の人たちとかつながってたりする、うん、なんかこうブルジョワな感じの、はいはいはい、はい、でその A さんが、あ、ごめんなさい、タイトルが A 子、その A さんとの別れとなってます。はい、では行きます。はい、隣の A さんとはその後とても仲良くなり、お互いの家を行き来するようになりました。はいはいはい、うん、結果的に、まあ、うん、そうそう、友達の中ではまあ一番何でも話せるっていう友達になれた。あ、結局友達になれた。そうそうそう、はいはい、すごく仲良くなりました。はい、で、数年経ちまして、はい、ある日その A さんが引っ越しすることになりました。うんうんうん、もうものすごい仲良くなって、うんうんうん、そこからもう何年も経って、はいはいはい、まあ引っ越しすることになった。はい、でそのお別れの日、はい、あなたはどんな風にしてその A さんを見送ったでしょうかという問いです。4択になります。選択、はいはい、はい、じゃあいきます。 A、 寂しくなるねと言いながら手を取り合って別れを惜しんだ、はい、で、まあ、その翌日には、まあ、引っ越しとか疲れなかったとか、うん、あの、まあ、言い方悪いですけど、まあ、書いてある通り読むとご機嫌伺いのメールを、あー引っ越し大丈夫やったみたいな、疲れなかったっていう話を、が A です。B、 じゃあね、元気でねと明るくあっさり見送って、その後は他のことがなんか忙しくて結局あまり思い出せなかった。
めっちゃ仲良くなったけど、じゃあねーってお別れを告げたら、その後なんかもう縁を切ったとかっていうわけじゃないけど、特にその人のことを思い出したりとかそんなことがないっていう感じが B です、はい。C、別れ際いろんなことを思い出してなんか悲しい気分になって涙が出そうになった。でその後もしばらく、まあ、悲しい気分が続いた、はい。まあ、悲しいっていうか、まあ、寂しい気持ちっていう感じでしょうね、多分。最後 D、でですね、はい。最後のゴミ出しとか後始末を手伝ってきちんと挨拶して別れた、はい。でその年からなんかもう忘れずに毎年年賀状を送るようになった。ああ、連絡していくっていう、うん、あ、はいはい、の4択です。 ABCD、はい。めっちゃ仲良くなったみたいだからね。でですね、紹介でますね、うん、はい。そうなると、あ、もう決まってんの？はい。あ、そう。難しいな。かぶるんですよね、僕。なんとなく言いたいことは。うん。でも、どれか1個を選べっていうことだったら、もうそうだな。C かな？あ、そうですか。うん。はい。D です。D。はい。手伝います。それがないなと思って待ってたんですよ。結構。ああ、そうなの。はい。まあ、手伝っていらんって言われたら別ですけど。まあ、引っ越し手伝いとかして、はい、最後の共同、最後って大変ですよ。やって。多分やけど、結構仲良くなった友達とかやったら、そのなんか引っ越しの、まあ、手伝いとかはするやろうけど、うん、どこにその重きを置くかなっていうところで見ると、多分 C だと思うね。いろんなことを思い出して悲しい気分になって涙が出そう。その後もしばらくまでその人がいなくなったっていう、はいはいはい、寂しい気持ちが続いたっていう話、はいはいはい、だと思う。寂しい気持ちが、まあ、継続あんまりしなくて、どっかで生きてればまたで引っ越しして疲れなかったっていうメールを送るっていう A、はいはいはい、まあ、多分これ俺すると思う。あ、もちろんもちろん、仲良い友達だったら。でもこれの場合は A はそこにしか重きを置いてないわけね。そう、だから違うなと思って。わかります、わかります。で、B はね、もう、じゃあねって、もう挨拶したらもうそれでばったり終わってるから、まあこれもないな、まあ、ないなとは思うのよ。で、あと、あの後の D は、うん、俺気になるのが、その年から忘れずに年賀状を送るようにしたって書いたんだよ。うん、それだけって思うのよ。ああ、言ってしまえばそういうことか。うん、ああ、私はなんか連絡手段を年一は取り続けるっていうふうに捉えちゃったけどね。ああ、じゃないのよね。俺年賀状ってくだらんもんやなと思ってる人間だから。ああ、そうそう。年賀状、そんな紙切れ1枚で挨拶する、電話したらいいやんと。そういうふうに捉えるか。ころ、だって会いに行ったりしてるんやったら変わってくるけど。あ、はあ、はあ。年賀状送るだけの相手ってことでしょ。はい。やったら俺は違うなって思ったのよね。年賀状ぐらいは最低でも送るぐらい相手の継続は続くっていう、まあね、これでも人の捉え方なんだろうけど。ね、はい、だ俺が年賀状嫌いやからっていう話もあんねんけど。はい。はい、失礼しました。はい。まあとりあえず C で、B、あ、で。で。ということで、いきます。はい。このテストではあなたが他人を傷つけているかもしれない無自覚な一面がわかります。はい。無自覚な一面だ。はい。どうせ以上2人選んだ方からいく？そうですね。はい。じゃあ私 C を選んだので、はい、C からいきます。はい。感情的な言葉で無意識に相手を傷つけているタイプ。感情的。はいはい。もう、あなたは自分が傷ついたり傷つけられたりするということには敏感ですが、自分が相手を傷つけていることには鈍感です。感情的になると相手が傷つくような態度をとってしまって、それに気づいていません。感情に任せず少し頭を冷やし、自分の言動を振り返ってみてください。ほう。答えそれだよね。おお。はい。で、で、あなたですね。はい。優等生的な発言で相手を批判する。あなたは相手を傷つけてはいけないと思い、相手に対する言葉や態度にも気をつけているようです。でも心の中ではよく批判し文句を言っているところがありませんかと。そのつもりはなくても発言の端々にそれぞれが現れているようです。なるべくポジティブな言葉を言えるようにしたいものです。はあ、最後は参考にします。ポジティブですね。はい。まあ選ばなかった A と B を順番にいきましょう。 A、上から目線で相手のプライドを傷つけるタイプ。
あなたは思いやりがある人ですが、不幸な人にかわいそうと安易に同情心を指名し、善意から助けてあげなくちゃと上から目線で接して、相手のプライドを傷つけているかもしれません。ボランティアでもしてあげるという気持ちがあるのではないですか。させていただくといった気持ちを大切にしましょう。ああ、なるほどね。日本語のあれですね。ほうほう、難しいところです。難しい歌なんだけど、ね。疲れなかったってこうご機嫌伺いのメールを送った人は、そういう感じの人だし。なるほど、自分が上に立ってる位置からっていうことか。最後、B。あの特に思い出したりすることなかったっ、はいはい、思いやりのない言葉で相手を傷つけるタイプ。 あなたはもし自分が言ったことで相手が傷ついたとしても本当のことだからしょうがないじゃないと言いたくなるでしょう。おー、なるほどな、きついな、なかなかそんなことをいちいち気にしていたらやっていけないと思っている人でも、たとえ本当のことだからと思っても相手の気持ちを思いやって伝え方を考えた方がいいでしょうということです。そうだね、これだけ言ったら僕2番、あなたが、うん、あの社会的に、結構そういうふうに、いや、あなたは D ですよ。あ、D ですか、僕から見ると、うん、はい、わかりました。あの、もう十何年も一緒にいるんで、多分彼が正しいです。人との別れ際の態度には、その人の他人に対する接し方が現れているものなのです。無意識に相手を傷つけているかもしれない自分に気づいてくださいと。感情的な言葉で無意識に相手を傷つけているタイプってのは俺やけど、そうかなとはちょっと思ったりするかな。それ結構でも私もですけどね、まあ、言ったらみんなそうかもしれんけど、その感情的にそこが大きく出るってこと、でもね、あのそんなに何感情任せにギャーギャー吠えるタイプではないとは俺は自分では思ってんねんけど、ああ、大声出さないですよね。それ大声出すのは嫌いやから、ね、本当に出さないですよね。怒ってても本気で怒るのが落ちてくる。そうそう、怒ってはその怒鳴るというのがね、僕はすごく馬鹿げたことだなと思ってるんで。人生でなんか怒鳴っちゃったことも、あ、あるある、あるけど、だってこんな大きい声出さんのも聞こえてるわけやん相手にね、だからその怒鳴るっていうすごい無駄な力を使うと思わない。怒鳴ってしまいそうであーって思うってことは結構冷静なんですよね、その時。どうやろう、冷静かどうかは別として、ただ怒鳴るのは意味がないなと思うんで、僕の場合は怒鳴ってたんで、怒鳴ってたって今最近それがなくなったんです、なくなって、そういうシチュエーションはないんですけど、あの声のコントロールしようなくても出てるんですよね、わーっつって。だから出す前にはあって思って止めるっていうことはまあ冷静なんでしょうね、怒りに対して。僕は結構感情でドーンって言ってるタイプ、めっちゃ怒ってても怒鳴るのってあんまないですよね。ああ、そういうことになってます。ただ相手にお前やっつけたろかって思うと時だけ多分どうなる。そうなんですね。安心しました。その時は多分結構声を荒げると思うけど、それは、あのね、怒鳴るというのはあんまり僕が好きじゃないので。結構私は怒鳴る。怒ってても、はい、友達でも、お付き合いしてる人がいた時でも、怒った時でも怒鳴るということだけはしなかったですね。怒鳴りました。はい、もうちょっと話が逸れましたけど、はい、まあ、一応他人を傷つけているかもしれない、はい、無自覚な意思面ということでした。はい、心理テスト、今日はここまでで、あ、この話がもう終わりましたね。はい、次回じゃあどうしようかな、この続きっていうか、なんか診断とかと一緒になってるからな、あ、なんか出てきた、あなたの気づいていない心の中、あ、知りたいですね、やっていきますかね、はい、次回からね。お願いします。これちょっとページも追っときましょう。楽しいですね。ここやっていきましょう。これが楽しい、どうやろうなと思う。ほんま俺らが楽しんでるだけやろうなって思う。いやでも、ここの答えに至るまでには一緒に参加もできると思うんですよね。ああ、まあ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 、はい、もちろん。ちゃんと伝わっていただければ。はい、答えに納得いくかどうかは僕らが出した答えではないとあれですけれども。本に書いていただければ。そうそうそう。本がこの著者に言ってもらったのかな。汚い。まあ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 。はい。はい、そんなこんなで第82回の、はい、ネットテレビでした。はい、あ、まあ結構いい時間になりましたね。はい。はい、まあまあ先ほども言いましたけど、ちょっと暑いので、はい、ちょっと皆さん気をつけてですね、はい、なんとかこう、なんていうの、涼を取りながら、はいはい、はい、あの涼みながら、いい夏をこう過ごしていただけたらいいかなと。はい、そして9月には、はい、会場でぜひぜひお会いいたしましょう。はい、そんなわけで、はい、お届けしましたのはギター担当安井とボーカルの島山でした。はい、ではまた次回お会いいたしましょう。